こんにちは古翔です世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまうという気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです、えー、チャンネルの終わりには夜の停車駅2021と名言って詩の朗読をしておりますはいということで、えー、今回はですね中村真一郎の書いた王朝文学論 元ネタに、えー、ちょっとですね読書についいいてて話してみたいと思います、えー、読書にはいくつか種類があるというのが私の持論でしてまず一つ黙読をするというのがねこれがまあ普通のお今の平均的な読書ですねでも読書という行為はもともと黙って読むものではなかったんですね、えー、音読をするのが 本来のの大元の読書でしたねですから、えー、音読をする、まあ声に出して読むっていうことですね、えー、まあ僕は朗読を、詩の朗読をしているようなもんですけども、あのー、音読をするのと黙読をするのはどっちが頭に入るかっていうと、まあ、当然音読の方があ入るんですね。しかも集団で、例えば5人ぐらいの人で、えー、音読をし合うとね、ものすごく頭に入りますね。場と こうその音によってね、えー、さてねさ目読にも、今、目読からよりこうなんかゆっくり読む、えー、音読に行きましたけど、目読からもっとスピードを出して読む、まあ、速読っていうのがありますね。まあ、スーパー速読はね、こういう一冊の本をですね、こうぼーっと読むね、こういう速読がありますね。なんか1分で1万5千字が読めるとかいうね、速読の教材は10万円ぐらいで売られてましたけど。えー まあ,あれはね、えー、理論的には、時々僕もできるんですけど、1ページを瞬間で読む、まあ、文学書はさすがにちょっとできないですけどね、ビジネス書とかだと、まあ、実際にそんなことはできてしまいますね、いつも読んでるとね、えーまあ、1万5000字は無理ですけど、3、4000字はできるかなみたいなね、そんな感じですけど、まあ、文学書は無理ですけどね、僕はね。 でえーまあ、要は、まあ、そういう,こう、ね、本格的な速読じゃなくても、ものすごくスピードを出して読むっていうね、えーまあ、そういう意味での速読。まあ、だから、速読があって、黙、えー、読があって、音読があるで。ここまではですねみんな、えー、聞けばなるほどと思うというか、まあそ、それはそうだよねって思う部分だと思うんですよ。で、えー、もう一つある、もう一つあるのは何かというとですね、えーこういうまあ、僕はこう古文を。 読むときに書いたんですけど、こんなふうにですね、諸、え、者、ーねえー、書写っていうと、書写でいいのかな、書写ってなんか、あのほら、写経ってありますね、お経を写す、えー、あれをするとこう、ね、お経がどうした、こうしたみたいな感じになるんですけど、まあ、お経に限らず、えー、っとこれは今、日本の古文の書でしたけど、これなんかは、えー、漢文を書写してるんですね。 筆者っていうとまあ筆の者ですけど、まあ、書者書き写すっていう意味でねこれはこう文章を書き写すっていうのはこれも読書なんですね書き写しながら読む時、えー、一番深く頭に入ります。はいえー まあこういうね、こう漢文、漢詩とか古文とかだと書き写すっていう感じもある、あまあ、聞けばそうだよなと思うかもしれないですけど、まあ、普通のね、今時の日本語の文章を普通に書き写す、例えば志賀直哉の文章を書き写すとかね、えー、夏目漱石の文章を書き写すとか、森岡の文章を書き写すとかっていうのも、あのこれやってみたらね、めっちゃ面白いですよ。えー、例えば、そうですね。 え時々席を離れますけどあのー、誰かのね、あなんかもう分からなくなってしまいました。何のために席を立ったのか分からないですけどね。えー、我が輩は猫であるとか、例えば志賀直哉、まあ、あんまり長いとね、わが輩は猫である全部を書き写すのはほぼ、そこまであの時間はないぞみたいな感じになっちゃうんで、あれですけど。 シガナウやのね、たき火とかいう長さをね、あるいは梶本次郎のレモンとかの長さをね、書き写すと、書き写せますね、あれぐらいの長さだったら。そしたらね、あのー、読書の理解度か何か全てが変わりますよ。もう書いてると、そのまあ作者が原稿用紙に書いてた時の雰囲気というものをね、こう感じてくるわけですよ。でこうもうもね こう目読では絶対味わえないし音読でも味わえない誰かが書いたものを本当に理解するには自分も書くしかないえ書きながら考えながら書いたものをですね本当に作者と同じレベルで分かろうとしたら自分も書くしかないんですよえそんな風に思って僕はあの時々著者をしますちなみにあのさっきから何回も出してる これはですね、夏目漱石の監視だったんですね。ということでですね、えー、ちょっと、えー、今まで夏目漱石の監視長役を2回やったんですけど、ちょっと読んでみますね、これ。獅子生々、番境を開く。天移り地、展じて、司祭を見る。壁後梅雨をゆをしたたらせて、漢石つき。紅陵下先たちで草き来る。霊は昇る、濃い三寸の月。段は憐れむ。 雲、霊視、一部の灰、空中に後す収集の鬼、夢に蓮華を参じ、我を拝して回る、帰るかな、というようなことですね、今、えー、読んだものがね、こういうふうにあるわけです。夏目葬式の監視って本当に素晴らしいですよ。はい、ということでですね、えー、っとあと、その、 今言ったような理屈でですね、あのーまあのま漢文はね、ちょっとあれですけど、まあさ,さっき言ったような志賀直哉とかをね、書き写すと本当に面白いし、えー、日本の古典、日本の古典をね、こんなふうに書き写すとですね、えー、また、こうなかなか読めないじゃないですか、古典って、こう、黙読をして、今の日本語を読むような感じで古典をね、黙読を,をしていくとですね、 なかなかそんなふうには読めないからもうめんどくさいってなるんですけど、まあ、書き写していくとね面白いで時々あの副産物的にこれ分かりますかねこれはですね古い池や川津飛び込む水の音って書いてるんですけどあのー、まあ 真似しながら書き写しただけですけど、こう書けるようになってしまって、この手のものが読めるようになりますよ、書いてるとですね、えー、なかなかあのー、面白いものでですね、もともとが日本語のひらがなですから、えー、できるんですよね。えー、ということでもともと何をしようかと思っていたら、例えば、あのー、今日はちょっとですね、古典を少し読んでみたいと思うんですけど、これは北条記の、えー これ何て読うんですかね、だ「ク和の世にしも生まれ相手」っていうのかなえ。なんか今のコロナのね、雰囲気をとても、えー、示しているこの鴨の町名って言ったら鎌倉時代の人でしたかね。この本は高校時代の古文の参考書ですけどね、えー、物持ちがいいんですけど、最近になって初めて読みましたね。高校の時古文の授業つまんなくて読まなかったんですけど、ちょっと読んでみます。前の年、核のごとくかろうじてくれぬ。 あくる年は立ち直るべきかと思うほどに、あまりさえ疫礼打ち添えて、まさざまに後形なし、世の日と皆いしぬれば日を経つつ、極まりゆくさま、憔悴の磯の例えに叶える。ということでですね、ね。 年は立ち直るべきかと思うほどに、あまりさえ駅漁を打ち解いて、マサザマに後形なしって、こうなんか去年から今年にかけてのコロナの雰囲気をね、鴨町名の放送機に乗ってるんだなとね、ちょっと思いましたね。それから、木更木に木ってなんとなく好きなんですけど、あずまじの道の果てよりも、なお奥津方に追い出たる人、いかばかりか、 いかばかりかは怪しかりけんをいかに思い始めけることにか世の中に物語というもののあんなるをいかで見ばやと思いつつつれづれなる昼間酔いなどに姉、ママ母などのような人々のその物語かの物語光る源氏のあるようなところどころ語るを聞くにいとどゆかしさまされど我が思うままに空にいかでか覚えん語らん。 とねえー、読んでも半分ぐらいしかわからないんですけどねこれを書くとわかるんですよね、えー、まあこの「更科日記の女作者」はですね読書好きで「早く源氏物語が読みたい」ってねあの東国の田舎で生まれ育った私だけどもみたいな感じで書いてるわけですよでちなみにあのこの「更科日記」の中にですね「アマテラス大神」が出てくるんですけど えー、こう東国から京に上っていくときに、自分のこの乳母さんにですね、なんかこう、もうつまんないや、どうしようもないわとか、なんかそんな感じのことを言ってると、乳母がですね、まあ、あのー、あ天照大御神っていうのはこ、この言い方はですね、本居宣長が江戸時代から言い始めたんですね、らす大御神ってね。なんかこの五感が こういい感じだから、アマテラスオオって特別な神様に感じるかもしれないけど、もとリナネナが言うまでは、アマテルオオオンカ要はアマテル神なんですよ。アマテルなんです、ただのアマテルオオっていうか、アマテル神なんですね。で、この、さらしな日記の中にもちゃんとですね、えー、じゃあ、アマテルオオに祈りなさい、あの、じゃあ、国を作った神様にあんた祈りなさいって、さっきのウバのシーンが言うんですけどね、ウバがね。そうすると、この作者の、 女のの子でですすねそれはどんんなな神様なのって聞くんですよ、ね、平安時代の貴族が天照大神知らなかったんだなって思ってしまいますけどね。あのテル大御神と申す、伊勢におわしますみたいなことを言うんですね。へーってね、で伊勢に天照大神がいることをこのね平安時代の普通の貴族の娘は知らなかったんだなってね。も、ね、うりの田中がこう、わーっとやるまで、江戸時代になるまで。 あんまりメジャーではなかったのかとかねちょっと思ったりしましたね。はい。ということで、えー、今日はですねなんかこうダラダラした話になってしまいましたけど古文も漢文も、ね、古文もまあ僕の、えー、50, 50の手習いとはよく言いましたね。 本当にあのこういうね、古文って書き写すと本当に面白いなんい、か書き写すという読書こそお面白いですね、この夏目漱石の関心を味わうには、僕の跳躍を聞くか、自分で書き写すか、どっちかです、夏目漱石の関心は素晴らしいですね。ということで、今日は、えー、なんとなく終わりました。はい、で今回は、えー、夜の停車駅2021話、金子光晴。 三路詩を読もうと思っていますが、このですね金子光晴自伝というものは、ですねこれをテーマに最初から喋ればよかったかなっと思ったけど、取り直すのも面倒だから、またゆっくり喋りたいと思いますけど、この自伝のねスタートはね、素晴らしいんですよ。何の用があって、この世に僕が生意を受けたのか、よく考えてみると、未だによくわからない。 同じ道筋の同じような道れとの関わり合いの間に自分の行く道が決まり人はそれを使命と思い込む家業を継ぐように運命づけられた人は別として初めから迷わずに生涯の仕事に邁進する人はなかなか少ないかもしれないみたいな感じで始まるんですけど、えー、あるミュージシャンがですねクラシックじゃなくて、えー、っとロックミュージシャンだったんですね、えー、なんかねあ ユーミンが流行りだした頃の時代ですよ荒井由実の音楽ってどう思うみたいなことを聞かれたときに、荒井由実もいいけど、荒井由実を含めて全てのニューミュージックの音楽、ね日、日本で今流行ってるニューミュージックと言われている、ニューミュージックって昔言ってたんですね、あの音楽をね。ニュ全てのニューミュージックの音楽を 全部合わせたよりも、金子光晴辞典1冊の方が素晴らしいってね、えー、言ってた人がいましたね。もう名前も忘れてしまいましたけどね。髪が長くてひげを生やしてた人ですけど、誰だったんでしょうかね。えー、ということでですね、金子光晴辞典これはね、素晴らしい本ですよ。これは、これを読まずに詩を語るなみたいなぐらいの、えー、勢いでね、これは面白いんですよ。まあ、金子光晴もね、あの小学校か中学校の時に。 あの夏休みずーっと漢文を読み続けたって、図書館から借りてきて、漢文をずーっと読んでたとかね、書いてましたね。えー、やっぱり漢文の、漢文なんだよ、みたいな感じですけどね。で、今日は最後にですね、金子光晴詩集。このね詩集、昔流行っててえ、いっぱい買いましたけど、えー、金子光晴ていうのは、酔っ払いのおじさんかみたいな感じですけど、まあ、乱暴を翻訳したら、右に出るものがいない、じゃあ誰か左に出るのかみたいな感じですけど、えー このね、金子光晴さんってのは昔国語の教科書にも載ってましたけどね、えっと、そうですね、蛾というシリーズがあってですね、いっぱい蛾について書いてるんですけど、蛾の2っていうのがあってですね、蛾、えー、の2を読みます。蛾、2、蛾は飛ぶ、月の吹雪の中、月は紫、月が飾り立てる樹氷。 月に溶け込んだ夜の静かさ蛾の柔らかい翼どもの触れ合う相友の無言,無言のにぎやかさ鏡に降り積もるお白子のように蛾が奮い落とす輪ふんふんたる塩蛾よりも透き通って千年も変わることのない若さの肌蛾は重たい差し渡しは一丈もある 無数に蛾の集まっている清らかさはどんな汚れない心で記されたページよりも明るい「ヌーベル・エロイーズ」よりも「対話編」よりも高校としたその明るさを僕はよく湖の長い渚に沿うて果てしも知らず続く蛾の屍の柔らかさを踏んで帰ってくることのない 最果てを目指して。はい。2箇所、漢字の読み方を間違えたかもしれません。はいということで、今日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。